ディスト2、サスアゲインに、お越しいただきましてどうもありがとうございます。発起人の沖と申します。まず開催に先立ちまして、簡単なタイムテーブル、今日のタイムテーブルをご紹介したいと思います。まず初めの5分間に、私の方からご挨拶を兼ねて、いくつか注意事項をお話しします。でセッション、本番ですね、これが19時5分から50分間、お話しさせていただきます。で、質疑応答を経て会場をご提供いただいている、いくとこさん、ここいくとこっていう施設なんですけども、いくとこさんの方から、この施設についての簡単な紹介を、最後に やらせていただいて、でその、8時10分の段階で一応本編に関しては、終了ということになります。で懇親会に参加される方は、移動せずにですね、このままこの会場で、ちょっとレイアウトを変えさせていただいて、ビールとかおつまみとかでちょっと懇親会が50分程度、ちょっと短い時間なんですけどもできればと思います。それから、一応9時終わった後、まだ時間も早いんで、中野でさらに2次会っていうことも考えているので、ご飯がてら行きたいっていう方はそこでまた参加されればと思います。先に注意事項からお伝えしておきますと、今ですね、このエリア区切られていると思うんですけど、この黒いデスクがたくさん並んでいるところ、このスペースにの、立ち入りは、ご遠慮ください。それからトイレの場所ですけれども、改めてお伝えすると、1回ですね、この中にはなくてですね、トイレが、入り口を出ていただいて、この今窓ガラスのところずっとまっすぐ行っていただくと、左側にローソンがあります。でそのローソンのさらに先のところに、自動扉がありますので、ローソンの横の自動扉を入っていただいて、左手に、トイレがありますので、行かれる方はそちらからお願いします。で帰ってきたら入り口がロックされているので、インターホン、押していただければ、開けてお迎えできます。でそれから喫煙スペースなんですけれども、基本的にこの建物あるいは公園は全部、全面禁煙になってますので、喫煙される方は、隣のビルですね、向かいに、セントラルパークサウスというビルがあるんですけども、そこの2階に喫煙スペースがありますので、そちらをご利用ください。それから携帯電話の利用も、この会場内、できないことになっておりますので、一旦外に出ていただいて、一回外に出てしまうとロックかかってしまうので、玄関というか入り口のところで、お使いいただければと思います。でそれで簡単にこのディストという勉強会を立ち上げた経緯というか、ご紹介をさせていただきたいんですけれども、今日初めてディストっていうこの勉強会に来ましたっていう方はどのくらいいらっしゃいます？手を挙げていただいていいですか？お、半数以上というかもう9割方、ありがとうございます。初めて、ありがとうございます。じゃあちょっと、丁寧にというか、どういうことなのかということをお説明したいんですけども、まだ2月に始めたばかりの、勉強会でして、とにかくウェブ制作にまつわるあらゆること、これを、みんなで集まって学んでいこうという会です。で今回が2回目になります。で、ウェブ分野のつながりを広げてですね、で、自分が今ウェブ制作やる上でこれが必要だなと思っていることを中心にして、とにかくあらゆること、今回の場合と、1回目は SAS に絞ってますけれども、あらゆることをやっていこうという勉強会です。で、たまたま今回は私が喋ってますけれども、参加される皆さんにもぜひスピーカーやっていただきたいですし、今回手伝ってもらっているスタッフの方々にもまた喋ってもらいたいなと思っています。で、このために、4つの視点と3つのコンセプトというのを一応考えておりまして、4つの視点っていうのは、ウェブ制作に必要なあらゆるものっていう意味で、デザイン、でアイデア、ソーシャル、テクノロジー、この4つの一応頭文字を取ってディストという名前にしています。そんなに深い意味はないんですけども、で、今日のテーマで言うと SAS は割とそのテクノロジーとかデザインとかによってるんですけども、そうじゃなくて、もうちょっとそのこういうサイトを作るときにどういうふうにすればいいかっていうアイデアの部分だとか、あるいは最近だとソーシャルネットワークの部分でソーシャル、別に SNS 使わなくてもソーシャルっていう社会的などういうふうにやっていけばいいかということが含まれるので、そういうような、別のテーマも、どんどんやっていきたいなと思っています。であと3つのコンセプトという部分ですけども、3つのコンセプトっていうのはですね、1つ目が職種の垣根、これを超えたいと。でデザイナーだから、デザインしか俺はやらねえぞとか、私はもうプログラムのことを全然わからないから
プログラマーの人お願いしますみたいな、もう丸投げ状態、そういうのはあんまり良くないなと。まあ、職種に縛られた考え方を取っ払って、まあ、お互いに歩み寄って勉強し合うっていう会にしたいなと。それから、特定の技術に依存しない。まあ、例えば別に HTML5 じゃなきゃいけないとか、 iOS じゃなきゃいけないとか、 Unity じゃなきゃいけないとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、そういう技術にあんまり縛られると面倒くさい思いをすることが多いので、まあ、技術は知った上で何を作るかっていうことを、まあ、中心に考えてやっていきたいなと思っています。まあ、問いつつ今回は SAS という特定の技術だったりするんですけど、まあ、それに依存しない、まあ、SAS のことを知っておけば他のプロセッサーのことも分かるしということですね。そして最後、まあ、これが結構便利、大事なところなんですけど、今日から現場で使えるということで、まあ、このリストという勉強会を通してですね、こういう話の内容だけじゃなくて、まあ、ここでネットワークを築いて同業者あるいは、違う業種でもこう横のつながりを作ってですね、そのつながりをぜひ活用して、また今日から頑張ってもらうということができればいいかなと思って、始めました。で、今後も、定期的にこれ開催していきたいと思っていまして、まあ、今お話ししたような、視点とコンセプトをもとにですね、まあ、様々なテーマで、ウェブ制作について、勉強会ができればいいと思ってますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。ということで、続いてセッションに入っていきます。今日はもう司会と喋るのが私なのでそのまま喋りますけれども、今日は SAS 実践編プラスコンパス入門というタイトルで、50分間お話しさせていただきます。で、このスライドについては、全て公開する予定ですので、メモとか写真とか撮っていただかなくても大丈夫になってます。で、大丈夫と言いつつ今日お話ししたことで後日資料がなければ私に連絡していただければ全て開示しますので、焦ってメモとか取らなくても大丈夫です。はい、じゃあちょっとここから座って進めさせていただきます。よいしょ。じゃあ、最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。沖よしやと申します。ツイッターは、@448jp というアカウントでやってます。で、セロアンという屋号でですね、インタラクションデザイナーとして、まあ、フリーランスとして5年間くらい仕事をさせていただいてます。で、最近は、やったのは去年ですね、ダイハツさんの東京モーターショーのサイトとか、あとユニクロさんがインドネシアに進出するときのプロモーションサイトとか、まあ、そういうサイトのフロントエンドの実装とか、そういうことをやっております。それからウェブデザイニングという専門誌で、まあ、フラッシュの連載を2009年からもう5年くらいですかね、やってます。もう毎月、出てますのでぜひよろしければご覧ください。で、お品書きとしてですね、今日話す内容なんですけど、まあ、結構コンパスの入門と SAS の実践って幅広いんで50分で話すことが結構限られてしまうんで、なるべくこうフォーカスしてお話ししたいなと思っていて、で、まあ、そのためのものを一応考えてはきたんですけど、まあ、とはいえ、結構こう質問を積極的に書いていただいたので、まあ、これにもなるべくお答えしつつ、で、最後の質疑応答の時間もあるんで、ここからどうしても漏れてしまうものに関してはなるべくその質疑応答のところで、お話しできればと思っております。はい、で、まず順番なんですけど、コンパス入門を先にちょっとお話しさせていただいて、で、その後で SAS 実践編っていうのを、やろうと思ってます。で、まずコンパス入門ですね。コンパスってじゃあなんだろうな、コンパスって、なんだか全くわからないっていう方いらっしゃいますか？さすがに、あ、1人2人、あ、どうぞどうぞいいんですよ、手を挙げていただいて。あ、そこから話します。コンパスとは何でしょう。コンパスっていうのは、まあ、公式サイトに行くとですね、コンパス一応公式サイトがありまして、まあ、そのまま書いてあります。コンパスイザンオープンソース CSS オーサリングフレームワークと、まあ、直訳するともうオープンソースの CSS オーサリングフレームワークですっていうふうに書いてあります。で、まあ、一つ結構大きな特徴が抜けててですね、この文章、それは SAS を使ったオーサリングフレームワークですということですね。なので、まあ、コンパスっていうのは一言で言うと SAS を使った CSS フレームワークですと。で、オープンソースで MIT ライセンスなんで、まあ、どなたでも無料で使っていただけますということです。商用利用も当然可能ですと。で、まあ、簡単にじゃあ CSS フレームワークっていうけど、フレームワークって何なのよと。
ツイッターブートストラップとかそういうのもフレームワークっていうけど、コンパスの場合でいうフレームワークって何なのよってことなんですが、それは大きく分けて大体3つくらいの要素に分類されます。3つぐらいの要素っていうのは、1個目はですね、これが一番大きいんですけど、SAS のミックスインとユーティリティ、SAS ってミックスインっていう形で、いろんな値を演算処理をして返したりだとか、そういうことができると思うんですけれども、その便利なミックスインとかですね、ユーティリティの関数みたいなものが SAS 以上のものがあらかじめまとまって提供されていると。そのコンパスが提供してくれている機能っていうのがもう非常に多岐にわたっていて便利に使えるので、これがコンパスを使う上での一番のメリットと言ってもいいと思います。ミックスインとかユーティリティ関数が非常に多く含まれていると、インストールしてあとはそれを使うだけで自分でミックスインとか書かなくてもいいよっていうのが一番のメリットですね。で、2つ目はアプリケーション環境との統合用システム、ちょっとなんか分かりにくいなっていう感じなんですけど、アプリケーション環境っていうのは別にデスクトップとかモバイルのアプリケーションじゃなくてですね、ウェブアプリケーション、ブラウザで動くものと考えてもらえればいいんですけど、つまりウェブサイトも、アプリケーションの一つと考えると、ウェブサイトを作る上で便利なもの、便利なシステムっていうのがコンパスの中に入ってますよっていう話です。で、例えば、設定ファイルいじるとですね、コンパスでは、本番設定と、開発設定っていうのを分けることができてですね、でこういうファイルの書き出し方をするときは開発環境で書き出してくれと、だけど本番ではこういう設定で書き出したいよっていう、 こう書き分けができるんですね。でそういうような、本番と開発を分けたりとかっていうような、CSS だけじゃなくて全体を考えたシステムが、コンパスの中に入ってますと。そういうのが便利なところです。で、3つ目が拡張機能のプラットフォーム、これはコンパス自体にですね、さらに拡張機能っていうのを させるようになっていて、ブラウザーでいうとChrome とかね、Firefox の拡張機能みたいなものなんですけども、その拡張機能を自分で作ることができるんですね。で、自分で作るとどうなるかっていうと、その拡張機能をインストールすることでコンパスの機能を追加自分でできるんですよ。で、そうすると、コンパスにあたかもそういう機能があったかのようにですね、使えるので、いろんな人にその機能を配ってシェアしたり、共有したりすることができると、そういう素養も持っています。こういう3つの点で、フレームワークというふうに呼ばれているっていうことですね。とはいえですね、これ全部紹介しているととてつもなく時間がかかってしまうので、今日に関しては、一番上の SAS のミックスインとユーティリティ、この部分を、ざっくりご紹介して、できればメインの機能 CSS スプライトの生成の部分をちょっとお話ししたいなと思っています。で、まずはじゃあコンパス使ってみようっていうことなんで、実際にそのインストールするところを、どういうふうにインストールするのかっていうことをご紹介したいなと思います。デモなんですけど、よいしょ、 Windows の場合と Mac の場合でですね、やり方が違うので、一応2つ両方とも説明しますね。で、Windows の場合はコマンドプロンプトを立ち上げます。そうだ、今日聞いてみましょうかな。Windows 使ってるよって方、普段の開発環境で。半分ぐらいはいらっしゃる。はい、Mac の方。半分ぐらい。それ以外、いないですね、ハードコアな方は。よかったです。ハードコアな方は多分僕より知識があるので、大丈夫です。で、Windows の場合はですね、まずインストールするには、キーボード。の Windows キー、左下の方にありますよね。Windows キーと R キーを同時に押します。Windows R ですね。そうすると、このファイル名を指定して、実行っていうダイアログが出てくるんですよ、Windows。で、こいつを使います。で、ここに名前を入れられるんで、アルファベットで CMD って入れて、Enter を押すと、よいしょ。こんな感じ。コマンドプロンプトっていうやつですね。これが起動します。で、コマンドプロンプトは別にスタートメニューからも起動できるんですけど、Windows R でこうファイル名を指定して実行っていうダイアログを使うともう早く起動できるので、Windows 使われている方はこれを覚えておくといいと思います。で、Mac の方はターミナルを使います。で、ターミナルは、アプリケーションフォルダのユーティリティフォルダの中に入ってますので、ドックなんかに入れておくといいと思います。で、これ起動したらですね、この書いてあることがどういうことかとか、そういう細かいことは別に知らなくていいです。コンパス使う上でこんなことが大事ではないんで、
一番簡単なインストールの方法、これを起動します。起動したらアルファベットで gem インストールコンパスって書きます。これだけで、あとはエンターボタンを押すと、勝手にネットからコンパスのファイルをダウンロードしてインストールしてくれます。で、まあ、当然、SAS を使ってるんで、このインストールの前に Windows の場合は Ruby をインストールしたり SAS をインストールしたりっていうことが必要なんですけど、この方法に関しては、まあ、リスト1でやったのでここでは省略します。で、ここでエンターボタンを押しちゃうとですね、結構時間かかっちゃうんであらかじめインストールしてあります。でインストールしてある場合はコンパス -v とかってやるとインストールされてる、お、なんかエラーが出てますね大丈夫かおい。多分普通だとちゃんと、Ruby じゃないコンパスのバージョンが表示されるはずです。これざわつきますね。おお、じゃあ一応インストールしてみましょうか。まあ、こんな感じで時間かかっちゃうんで、まあ、でもインストールすれば、インストールされますと。で、じゃあインストールしたらじゃあどう使うのよって話を先に進めたいんですけども、実際に作るにはですね、まあコンパスさっきフレームワークっていうお話をしたんで、そのフレームワークとしてですね、まずコンパスのプロジェクトを作るっていうところから始まるんですね。コンパスのプロジェクトを作るとどういうことかっていうと、まあ、普通にフォルダーを作ってその中に、プロジェクトを作っていくわけですね。で、例えば今で言うと押しましょう。この、My First Compass っていうフォルダーを作って、まあ、その中、今ちょっといろいろ設定ファイルみたいなのが入ってますけど、これはあの私の使っているエディターのものなので、特にこれ気にしないでください。空だと思っていただいて大丈夫です。まあ、空のフォルダーを作りますと。で、ここにコンパスのプロジェクトを作りたいなと思った場合は Windows の場合は、このフォルダーの中でキーボードのシフトキーをしながら右クリックすると通常のメニューにはないこのコマンドウィンドウをここで開くっていうのがシフトキーをしながらやると、出てくるので、これをクリックしてやると、この場所を起点としてコマンドプロンプトが開かれます。まあ、ここは C のドロップボックスのディストのディスト2のマイファーストコンパスっていうパスなんで、それは起点として開かれるんで、まあ、こうやって開いていただければ便利です。Mac の場合は、開きたい場所のフォルダ、こいつをターミナルのアイコンにこうドラッグ&ドロップしてやるとですね、その場所を起点としてターミナルが開きます。で、開いた上で、ここで、これ動くかな、コンパスクリエイトってやると、まあ、コンパスプロジェクトがその場所に生成されるんですね。インストールされたっぽいんで多分動くと思うんですけど、えい、エンターキーで実行。あ、よかった、動いたっぽい。あ、なんかでもエラーとか言ってますね。先が不安ですけど、まあ進めましょうちょっとね、僕の環境はあのこういう説明とかいろいろしたりするので、ゴニョゴニョいろいろ入れたり外したりしてるんで、あの多分皆さんの環境では通常コマンド一発で正常にインストールされると思います。で、インストールされるとですね、ああ、やっぱおかしいね。Ruby ファイルが作られてないもんね。おお、これは恐ろしい事態が起きましたね。パーミッションがないとか言われてるし。ちょっともう一回やってみましょう。まあ、こんなこともあろうかと、完成品はあるので、次失敗したら完成品をコピーしていきます。コンパス。クリエイト、はい、コピーしましょう。おう、コピーやるとですね、まあ、あのこのエラーとか無視していただいてこんな感じになります。生成されるファイルは3つですね。 SAS っていうフォルダと style sheets っていうフォルダと config.rb Ruby ファイルですね。この3つができます。で、この具体的に中身をちょっと説明していきたいので、ID を表示しますね。はい。さっきいただいた質問で、SAS を使うのにおすすめのエディター、書くのにおすすめのエディターはっていうのが2人いらっしゃって、でさらにエディターのプラグインはって聞かれている方もいらっしゃるんですけど、すいません、僕は Vim とか Emacs とか使わないので、
あんまり分かんないんですけど、僕は一番好きで使ってるのは、このインテリジェアイデアっていうソフトですね。ジェットブレインズっていう会社が出している ID なんですけど、多分、名前としては WebStorm とか、PHP Storm っていう名前の方が、メジャーだと思うんですが、インテリジェアイデアはその、一番上位版でして、Ruby とか PHP とか Perl とか、何でも書けちゃうエディターです。で、最近はその SAS とかもそうなんですけど、いろんな言語が必要とされるシーンがフロントエンドの構築で多いので、もうインテリジェアイデア買っちゃおうと思って僕は買ってこれ使ってます。で、JavaScript と CSS と HTML だけですよっていう方は、WebStorm でもいいですし、プラスで PHP は書きたいっていう人は PHP Storm でもいいかなと。一番おすすめは僕はこれです。何が一番いいかっていうと、やっぱすごく軽くて、最新技術への対応も早いと。 SAS とかコンパスへの対応すごく早くて、もうあっという間に対応してくれるので、これはもうぜひ使っていただきたいなと思います。で、ちょっとこれを元に進めるんですけど、実際できたファイルっていうのはどういうファイルかっていうとですね、さっきお話した SAS フォルダーとスタイルシーツフォルダーと config.rb っていうフォルダーができます。ファイルができます。で、config.rb っていうのがコンパスの設定ファイルになってまして、開くと、Ruby ファイルですけどテキストファイルなんでこんな感じで開けます。で、いろいろゴニョゴニョ書いてますが、細かいことはちょっとここでは説明避けますけども、例えば CSS のディレクトリーは何ていう名前ですよとか、SAS っていうディレクトリーは何ていう名前ですよっていうのがこの設定ファイルに書かれています。で、これは自動で出力されるので自分で用意する必要はないです。あとは SAS のコンパイルのオプションでもある出力スタイルですね。ネストして CSS を書き出すかとか、1行だけにしても圧縮しちゃって書き出すかとか、そういう設定ができたりとか、パスが相対パスで書くか書かないかとか、そういうことが、この設定ファイルで設定することができます。もう設定した上で、コンパスを使ってコンパイルを行うと、この設定ファイルをもとに、コンパイルしてくれるということになりますね。で、問題はですね、さっき そのパーミッションがないとかいう話で、ここにちゃんと必要なファイルが書き出されてないというですね、恐ろしいことがどんどん起きてますね。よいしょ。ちょっと、すでに作ったファイルからコピーしていきましょう。これでもちゃんとコンパイルされるのかな。非常に心配になってきましたね。ちょっと今、この、編集画面は見なかったことにしてくださいね。はい、こんな感じかな。だいたいですね、この SAS フォルダーの中に、スクリーン SCSS とか3つくらいこう SAS ファイルが自動的にできます。で、その SAS ファイルっていうのは、あらかじめ使うであろうファイルっていうのをコンパスが自動的に作って出力してくれてるわけです。で、これ開くと、SAS の、書式でですね、こんな感じで何か書かれてます。で、ここに、例えば自分で書きたい CSS、ディストとかってクラスセレクター書いて、バックグラウンドカラーはなんとかとかこう書いてあげて、これで SAS ファイルできますよね。で、これに対してコンパイルをかけてあげると、実際にこの SAS ファイルが CSS ファイルになるわけです。で、コンパイルかけるのどうするかっていうと、さっきのように、このプロジェクトを作ったフォルダーのところで、コンパス、コンパイル、このコマンドなんですけど、これを入力して実行してあげると、またパーミッションがないとか言いますね。ちょっと申し訳ないんですけど、実際はこれはちゃんとコンパイルされて、CSS に出力されます。フォルダーはできてるんですけどね。ちょっと後で完成したコードを開いて表示しますけれども、もちろんこの内容が解釈されて出力されるわけです。で、このようにシンプルにやるにはプロジェクトをここから作ってコンパイルをかけて使うというふうにやるんですけれども、じゃあ何が便利なのかという話ですよね。で、さっきお話したのがミックスインとかUDT がたくさん入ってますよという話なんですけど、このコンパスリセットっていうのが、ポイントなんですね。このコンパスに含まれているミックスインです。ちょっと完成したファイルをさっきあったんで、ドロップボックスから履歴からダウンロードしていいですか？そうしないとね、あんまりよくわかんないですよね。ちょっと待ってくださいね。
いやー、参りましたね。変な汗かきましたね。さっき動いたものが動かないっていうね。はい。ここには、あ、ちゃんとファイルがあるな。スタイルシーツ。これですよ、ほら、ちゃんとあるでしょ。復元しましょう。なんか変な感じになっちゃった。よいしょ。ドロップボックス便利ですね。ドロップボックスのすごい営業さんみたいになってますけど、よいしょ。これでわかるでしょう。すいませんね。はい、復元しましたと。ん？あ、今ドロップボックスからダウンロードしてます。お、来た来た。はい、あ、よかったよかった。ちょっと今エラーになってますけども、まあ、コンパイルができたと考えてください。で、そうするとこの SAS ファイルからちょっと拡大しましょうか。 SAS ファイルの中身はこんな感じ。あー、ちょっとこう見づらいですかね。後ろの方見えます？これコード見えない、見えない、見えないですね。じゃあでっかくしましょう。せめて でもコントラストがないから見えないのか。ちょっとじゃあカラースキームを変えましょうか。あ、本当ですか。あ、じゃあ大丈夫ですよ。フォント変えて多分やった方が早いですよね。デフォルト。これでどうだ。見えます？大丈夫ですか。はい。デフォルトだと、まあ、さっき今ディストっていうクラスセレクト自分で書いたんでこんな感じになってるんですよね。で書くと、まあ、こういう文章、もう本当にこれだけシンプルな、SAS ファイルですね。でこれをコンパイルすると、こういう CSS になります。なんかすげえ短いのにこんな大量の CSS が書き出されてるわけです。まあ、とにかくこの長いので一回無視してですね、一番下を見ると、自分が書いたディストクラスっていうのがちゃんと定義されて出力されてるのが分かりますね。で、問題はこの上にずらーってあるやつ、これ何だろうなっていうのが、まあ、まさにコンパスのミックスインでして、頭で使っているこのアットインポート、これはあの CSS でも使えるんで外部の CSS ファイルの読み込みかなって一瞬思ったりする方もいるんですけど、この最後に拡張子がつかない読み込み方に関しては、SAS 独自のインポートルールなんですね。で SAS 独自のインポートルールを使うとその場所にあるコンパスフォルダーの中にあるリセットって書かれた SAS ファイルを読み込んでここに出力するというようなものが使えます。で通常 SAS だとですね、その SAS があるところから相対パスで指定するんで、本来この SAS っていうフォルダの中にコンパスっていうフォルダがないといけないんですよ。なんですけど今ないですよね。でこれはまあコンパスを使ってるから、こういうことができるんですね。でコンパスインストールされてるとこのコンパススラッシュリセットって書くだけでコンパスに入っているリセット CSS の機能を、まあ、使うことができるわけです。だから普通の SAS をコンパイルしようと思って SAS、コマンドとかでこれをコンパイルしても何も起きないというか、まあ多分このリンクエラーみたいになっちゃうでしょう。でこれは、コンパスでコンパイルするときだけ有効になる機能というふうにお考えください。でこれを使うと何ができるかっていうと、今お話したように、まあ、リセット機能なんですね。よくあるあのブラウザーの、ユーザースタイルじゃなくて、ブラウザーの、ね、ユーザーエージェントスタイルシートですね。HTML のマージンとかボディのパディングとかそういうのを全部ゼロに一回リセットするっていうのが、まあ、最近はあんまり使われなくなってノーマライズとかがメインになってますけど、そのリセットをこうやっていろんなタグに対して出力してくれると、まあ、よく見ると例えばラインハイト、あの行間というか行ブロックの高さを1にしてくれたりとか、テーブルのスペースゼロにしたりとか、そういうのを一発でやってくれてるわけですね。でコンパスにはこういうミックスインが本当に山ほどあります。
で、じゃあどういうのがあるのかっていうのをざっくりちょっと説明したいんですけど、ここまで行きましたね。コア機能ですね。コンパスに含まれるコアの機能っていうのを、説明します。ちょっと具体的にこれ一個一個話し出すと本当にすごく長くなってしまうので、簡単なちょっとざっくりした説明だけ、入れたいんですけれども、まず CSS3 ですね。これどういうことかっていうと、 CSS3 を使うときにベンダープリフェックスってつけたりすると思うんですけど、頭にハイフンモジラとかハイフンオーとかそういうものをいちいち書かなくてもですね、ミックスインを使うだけで1行書けば全てのベンダープリフィックスを出力してくれるっていうような機能がコンパスの中に入っています。なので、いちいちベンダープリフィックス調べて、そういうのを1行1行同じようなプロパティをたくさん書かなくても、コンパスの機能を使うだけで、1行書くだけで全部のベンダープリフィックスを CSS には出力してくれるという機能があります。あとヘルパーズ、これは便利な関数ですね。SAS 自体にもいろいろ、色を明るくしたりとか暗くしたりっていう関数が入ってますけども、コンパスにはサイン、コサイン、タンジェントを取る関数とかですね、これ何に使うんだって感じなんですけど、画像の幅とか高さを取ったりとか、これ結構でかいですけど、そういうものが、入っております。で、それからレイアウト、これはあんまり使うことはないかもしれないですけど、ページの下部にフッターをこう固定したレイアウトを作れたりとか、絶対配置をやったりとか、こういうのはもちろん CSS 単純に書けばできるじゃんって思うんですけど、何気にこの IE6 に対応するような機能が入ってて、1行書くだけで IE6 にも対応してるし、モダンブラウザにも対応した、そういう、いわゆるポジションフィックスを使うようなコードが吐き出されるというようなことですね。あとはリセット。リセット、今お説明したような通りです。で、あれ以外にも、機能別で、例えばマージンだけ取りたいとか、そういう、細かく指定することもできます。で、タイポグラフィー。タイポグラフィーは、リンクカラーとか、リストマーカーのレイアウトを制御したりとか、そういう機能ですね。で、ユーティリティーズ。これはテーブルの奇数行、偶数行、1行目、3行目、5行目だけの色を、黒にしてとか、偶数行の色を赤にしてとか、そういうことができます。で、これも CSS3 のセレクターでできるじゃんと思うんですけど、レガシーブラウザの対応があるんで、1行書くだけでモダンブラウザにも、レガシーブラウザにも対応できるコード、十何行とかになっちゃうんですけど、そういうのを1行書くだけで出力できるよというような、機能がたくさん入ってます。で、これ一個一個説明していくとすごく長くてですね、公式サイトにリファレンスっていうのがありまして、そこに載ってるので、細かいことを知りたい方はそちらをぜひご覧いただきたいですね。で、具体的に、出すと、ちょっと待ってくださいね。おお、LINE が起動しました。手元で。よいしょ。コンパス。よいしょ。コンパスの公式サイトに行くとですね、一番上のリファレンスっていうところがありまして、この中に今説明したような機能が全部入ってます。 CS3 とかヘルパーズとか、この中に入っていくと、例えばヘルパーズ見ると便利な関数がたくさん入ってるんですね。こんな感じで、コサイン取りたいなと思うことが毎日1人1回はあるでしょう。コサイン取りたいなと思ったら、こうやって数字入れるとコサインが取れる。素晴らしい。これはもう今すぐ使うしかないって感じなんですけど、取れます。もちろん冗談抜きで、本当に画像の幅取ろうとか高さ取ろうとか URL 取りたいとか、そういうすごい便利な機能が全部あるんで、こういうのを調べていって使うと、非常に効率的に CSS を書くことができます。はい。じゃあ一回スライドに戻りますね。よいしょ。で、その中に一番特筆すべき機能っていうのがありまして、CSS スプライトの作成っていうのがあります。これは他の CSS フレームワークとかにはあまり見かけない機能でして、これがコンパスのもうメインの機能というか、一番素晴らしい機能と言っても過言ではないのかなと僕は思ってます。で、
何がいいのかっていうと、まあ、CSS スプライトってそもそも何なのか知らない、CSS スプライト何なのか全くわからない、それ何っていう方いらっしゃいます？ちょっといる、ちょっといる。はい、じゃあ簡単に説明させてくださいね。ちょっと時間もなくなるので本当に簡単になっちゃいますけど、CSS スプライトっていうのはですね、まあ、HTML の中で画像を使う時の、まあ、テクみたいなもので、まあ、昔はちょっとニュアンスが違ってたんですけどね。例えば普通画像を HTML の中で使いたい時って出てますね、よいしょ、まあ、例えばこういうボタンの画像がありますとか、あるいは、まあ、違うボタンがありますと、文字が違うだけですけどね。それから、まあ、なんかもうちょっとサイズが違う長細いボタンがありますと、こういうボタンを、まあ、一個一個画像で書き出して、まあ、イメージタグとかで置いていくわけですけども、これ画像が増えていくと当然ファイル数増えますよね。でファイル数増えるってことはモバイル環境とかで画像ファイル読み込むときに点数が多いとやっぱ速度が遅くなっちゃうんですよね。 HTTP リクエストの数が多いって言いますけど、要は読み込むファイルの数が多ければ多いほど遅くなってしまうと。それを圧縮するために1枚の画像にまとめちゃいます。まとめるってどういうことかっていうと、まあ、こんな感じですね。もうこれ1枚の画像なんですけど、さっきみたいなボタンの画像を、まあ、縦とか、今縦に並んでますけど横に並べても、敷き詰めても OK なんですが、こういうふうに敷き詰めて1枚の画像にしちゃうと。でこれを使う時にはイメージタグとかじゃなくてバックグラウンドイメージ CSS のを使って、記述すると。具体的にはですね、まあ、例えば頭で背景画像に、まあ、ある画像っていうのを指定して、まあ、ノーリピートを繰り返さないように指定しておきますよね。で、そのボタン、このボタンエントリーボタンっていうボタンはバックグラウンドポジションっていうプロパティ分かりますかね、背景に画像を指定したらその背景の画像がどこから始まるかっていうのを指定するプロパティですよね。例えばこれで言うと X 軸水平方向は0で Y 軸、垂直方向はマイナス103ピクセルと。つまりさっきの画像のここが00だとすると、ちょっと見づらいね、はい、ここが00だとするとそこから103ピクセル画像を上にずらした状態、まあ、つまり、エントリーだからこの辺かな、この辺が頭で表示されると。でそうすると普通に背景画像を指定するとここから始まるんですけど、さっきのバックグラウンドポジションが指定されるとここから始まるわけです。でそうするとこの画像だけが実際にウェブブラウザには表示されると。そういうのがまあ CSS スプライトの概要なんですね。ただこれ実際やろうとするとデザイナーにこの画像ファイルフォトショップで開いてペチ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 作ってくれって言ったら殺すぞって多分言われますよね。文字1個変わったりとかね、幅高さ1個変わったら全部ずらしていかなきゃいけないんですよ。これこういうファイルを昔はみんな手作業で作ってたこともあります。僕も一回やって死ぬかと思いました。これはもう絶対に手作業でやっちゃいけない、仕事でして、じゃあこれを実際にオート、まあ、自動化できるのがコンパスのすごいところなんですね。で実は今見ていただいたこのファイルもコンパスで自動化して作ってます。いちいちフォトショップで切り貼りしてるわけじゃないです。どういうふうに作るか、 SAS ファイルを開きます。これを出力している SAS ファイルはこんな感じなんですけど、コンパスを使って CSS スプライトを使うには、アットインポートでコンパスのユーティリティーズのスプライツっていう、ミックスインを呼び出します。でその後にアットインポートで、画像ファイルが入っているフォルダ名、これはソースマップの名前って言ったりするんですけど、フォルダの名前。でスラッシュ入れて、まあ、ファイル名は何でもいいと。つまりこのボタンっていうフォルダの中に入っているピングファイルはとにかく全部、CSS スプライトにしたいっていうことなんで、こういうアスタリスクを入力します。もうちょっと大きくしましょうか。問題なく見えますかね、後ろの方大丈夫、はい、やります。でボタンの中って今どうなってるかっていうと、ちょっと拡大しますけど、
今ですね、まあ、ルートには config.rb と index.html だけがあって、イメージズっていうディレクトリがあって、その中にボタンっていうフォルダがあるんですね。で、この中に4つファイルがあると。で、これがさっきのボタンの画像です。で、config.ruby の中で、画像のフォルダはイメージズっていう名前ですよっていう指定がされてるんですよ。これがコンパスのさっきの設定ファイルですね。なので、画像はとにかくイメージ図の中にあるっていうことはコンパスは分かっているんですね。なので、この SAS ファイルの中で、指定するパスっていうのは、もうイメージ図の場所にあるっていうのは分かっているんで、その下にさらにフォルダーがどうあるかっていうことを指定すると。なので、まあ、ここから見ると、1個上のイメージ図のボタンの中にありそうなんですけど、まあ、こういうふうに書きますと。で、そうしたら、その後に、アットインクルード、ミックスイン読み込むやり方ですね。で、オール、これはもう決まりです。オールハイフンっていうのはもう全部の画像を、ここはソースマップ名、フォルダの名前ですね、ボタンフォルダの中にある全部の画像を、ハイフンスプライツ、これも決まりの文句ですね。CSS スプライトとして生成しちゃいなさいよ、言う生成しちゃいなよっていうことを書くわけです。で、これが、出力されるとどうなるか。ちょっとこの下のリストっていうところはちょっと一回無視してください。この3行だけで出力するとよ、まあ、さっき見たこの CSS みたいになるわけですね。でどうなってるかっていうと、ボタンスプライトとかボタンエントリーとかボタン口コミとかボタンリクエストとか1行も書いては覚えのない、セレクターが出てます。このボタンって何っていうと、実はここで指定した、SAS ファイルで指定したこのソースマップファイル名なんですね。でプラスこのスプライトとかエントリーとかって書いてないよって思うんですけど、これは実はボタンフォルダーの中にある画像ファイルの名前なんですよ。まあ、スプライトっていうのは全体なんで無視してもらっていいんですけど、このエントリーとか口コミとかリクエスト、これは全部エントリー口コミリクエストファイル名になってますよね。これがもう自動的にセレクターとして出力されてるんです。なので何もしなくてもあのフォルダーの中にある画像ファイル名で CSS のセレクターが書き出されると、背景画像これですよと。でその下を見ると、さっき言ってたバックグラウンドポジションですね、背景画像のポジションはどこにあるかっていうのがボタンごとに、僕何にもしてないですよ、ボタンの画像の高さはどこにあるとか指定してないけど、全部、このボタンはマイナス103ピクセルのところとかマイナス70ピクセルのところとか37のところって全部指定されてます。こんな感じで一括してバッと CSS スプライトを生成して、かつ、CSS も書いてくれると。で、CSS スプライト、画像を生成してっていうのは、このつながった画像、これもともと僕が用意したわけじゃなくてですね、このボタンフォルダーしか最初はなかったわけです。なんですけど、コンパスでコンパイルすることによって、この4つの画像が結合されて、1個の画像として書き出されると。この画像を書き出すところもコンパスがやってくれます。非常に素晴らしい。涙が出ますね、本当に。で、名前がね、ちょっとなんか変な感じになってるんですけど、これはキャッシュ余計のためにこうなってるっていうことですね。この辺は詳しい設定を細かくやると、まあ、固定の名前で書き出したりすることもできますけど、まあ、特に必要なければキャッシュの名前、キャッシュ余計の名前で問題ないでしょうと。で、これを使って、HTML、CSS を書いていくと、非常に簡単に、CSS スプライトを使ったコーディングができるってわけですね。まあ、例えば、HTML で、よいしょ。まあ、何でもいいです。div。さっき、勝手に出力された、クラス名を使ってみましょうか。ボタンエントリーって多分出てたと思うんで、これ書いて、ブラウザで、プレビューすると、これね、ここだけだと、ちょっと見づらいかな。よいしょ。一応ほら背景画像が指定されてるじゃないですか。でバックグラウンドポジションもあるんですけど、幅と高さが指定されてないんで何も出てないんですね。でこれを回避するための仕組みとかも全部あってですね、画像の幅と高さとかさっきミックスインで取れるっていう話をしたと思うんですけど、そういうのを使うと、まあ、例えばこの、ディストクラスっていうのを自分で書いてですね、そこにアットインクルードボタンスプライトエントリー、このエントリーっていうのはこの画像のファイルの名前ですね。でこういうことをやったりすると、CSS にどう出力されるかっていうと、こんな感じで
バックグラウンドポジションと一緒に幅と高さも自動で入れてくれるんですよ。で、じゃあこれをリストに変えてみましょうと。例えば。でやると、幅と高さが勝手にもう、CSS じゃないや、コンパスによって指定されてるんで、リロード、ほら、ボタンが表示されました。もう本当に幅と高さ何ピクセルとかいちいちボタンのサイズを調べなくてもこういうことができるようになったというのはもう本当にコンパスの素晴らしいところです。これ以外にもですね、CSS スプライトの機能はすごく細かくあるので、ぜひこれ使いこなしていただいてですね、コンパスの虜になっていただくといいと思うんですけど、これがやっぱり一番大きな機能です。コンパスの中では。なので逆に言うとですね、コンパスを使うんだけど CSS スプライトの自動生成は使わないっていう場合は、一番下に書いたんですけど、ちょっとしたミックスインだけ使いたいと、サインコサインタンジェント取りたいとか、ちょっとしたことだけやりたいっていう場合はコンパスちょっと重いんですよね。なのでバーボンとかっていう別のもっと軽い、フレームワークなんかもあったりするので、そっちを使うこともおすすめしております。でやっぱりコンパスの中で一番大事っていうか、もう本当すごいのは2番目に書いた通り CSS プライトの自動生成なんで、これをぜひ、有用に使っていただくのがコンパスを使う上では一番いいのかなと思います。ちなみに Windows でうまく動作しない場合ですね、なんか最新版だと CSS のスプライトの生成がうまく動かないことがあるので、このバージョンの組み合わせ、バージョンを指定してインストールするとうまく動いたりするようです。いや、ちょっと時間ないんで先に進めちゃいますけど、これスライド後で配布しますんで、バージョンはちょっと見てください。なんか最新バージョンってうまく動かなかったりすることもあるんで、バージョンを指定してインストールして使うといいかなと思います。で、順調に時間がなくなってきたんで SAS の実践編を結構駆け足でいきたいと思います。まずパーシャルですね。パーシャルって何かっていうことを知らないよっていう方いらっしゃいますか？SAS のパーシャル。はい、じゃあ説明しましょう。これは多分ね、全部終わらないんで面白そうな機能っていうか便利そうな機能からいきましょうね。じゃあこのファイルをそのまま使いますね。でコンパスは今回関係ないんで SAS の話なんで、コンパスは一回削除しちゃいます。こいつも削除しちゃいます。で、パーシャルって何かっていう と、CSS インポートするときってインポート見えるかな、もうちょっと大きくするか、外部 CSS、こうやって書いてインポートしたりしますよね。でそうじゃなくて SAS の場合は、さっき言ったように拡張子を省略すると、そのファイルが読み込めるっていう話はしました。なので今開いているのはこのスクリーン SCSS ですけど、ホゲっていうファイルが仮に同じ階層にあった場合あったら、そのホゲっていう内容をインポートすると、例えばじゃあホゲにホゲクラスターを作ってバックグラウンドからに真っ白とかっていうのを入力して、ホゲをインポートすると、これをコンパイルするとどうなるかと、よいしょ、SAS、これでコンパイルこけたら、ちょっと僕、お手上げなんですけど、ああ、よかった、コンパイルされました。ああ、よかった。泣きそうになりそうだった。はい、今スクリーン SCSS をID の機能を使ってコンパイルしたんですけど、ここにアットインポートホゲって書いてますが、ホゲの内容がこの内容なんで、それを出力すると、ちゃんとホゲの内容が出ていると。でこれが通常の SAS のインポートなんですけど、さらにこのパーシャルっていう機能が使えます。でパーシャルって何かっていうと、簡単に言うとアンダーバーを頭につけるんですね。で、さらにこの元々のファイル名も、うわ見づらい、アンダーバー頭につけてあげましょう。で書き出すと、通常今ちょっと ID の機能を使ってコンパイルしてるんで SAS ファイルがですねスクリーンだけが出てますけど、SAS のコマンドでウォッチとか使うとフォルダー丸ごと監視して、その中の SCSS SAS ファイルに更新があったらとにかくそいつをコンパイルするっていうことになると思うんですが、
パーシャルを使うとウォッチしてても、パーシャル、この要はアンタマにアンダーバーついているファイル、これはコンパイルしないでいてくれるんですよね。なので、この場合で言うと本当に欲しいのはスクリーン CSS だけなので、ホゲ CSS とか別に余計なファイルはいらないという場合は、このパーシャルを使ってインポートしてやると、スクリーン CSS だけが書き出されると。なので、余計な本来ブラウザーに読み込むはずのないホゲ CSS っていうファイルが生成されるのを抑制できるっていうメリットがあります。でこれをうまく使うと、いろんなファイルをね、機能を CSS を SAS ファイルに分岐していって、例えばこの SAS ファイルには、みんなが使う変数を書いておきましょう、カラーの変数がだけがバーって書いてある SAS ファイルを作って、それは例えば変数 SAS ファイルとかっていう名前で置いておくと。で、実際にセレクターを書くときはスクリーン SCSS っていうファイルにそいつをインポート、パーシャルをインポートして使うと。そうするとこの変数のファイルっていうのは結局こっちに読み込んで使うので、いちいちこっちからまた CSS 出す必要はないと。最終的には一つの CSS ファイルに全ての SAS ファイルの内容をまとめて出力できるっていう、それがパーシャルっていう機能です。でこれを使うと、HTTP リクエストをまずやっぱり一つに絞れる、一つの CSS ファイルしかユーザーにとっては必要なくなるという意味で、非常にコンパクトになりますね。で読み込む速度もすごく速くなるというメリットがあります。であとはそのパーシャル使う と,、いろんな SAS ファイルをどんどん読み込んでこれるので、CSS しか書けない方っていうのが、一緒に作業してた場合でも、とにかく SCSS っていう拡張子で CSS 書いてよと、 NEST とか MIXIN とか使わなくていいから、その SCSS っていう、拡張子で CSS の普通書くように書いてくれればいいからって言って書いてもらうと、それを後でコンパイルできる人が読み込んで使うということもできます。 SCSS 記法って、CSS の記法と全く一緒というか互換性があるので、 CSS そのままでもいいわけです。別に NEST とか MIXIN 使わなくても SCSS ファイルとしては成立するので、で、そういうふうにやると SAS ファイルだけしか、SAS ファイルを書ける人と書けない人っていうのが、一緒になって作業できるかなというメリットもあります。もちろんその最終的にはコンパイルが必要になるので、CSS しか書けない人は自分でコンパイルできないと最終的な CSS ファイルを取得することはできないんですけれども、その辺は GUI のツールなんかもあるのでうまく使って、やっていくといいのかなと思います。はい、次、ソースマップによるデバッグ、これ結構大事なんでいきましょう。これともう一個だけ言ってちょっとギリギリ時間っていう感じなので、それをちょっと駆け足でいきますね。ソースマップファイル何かっていうと、例えば今スクリーン CSCSS に、じゃあディスト、バックグラウンドカラーばっかりなんで、なんか文字色入れましょう。でマージンゼロとかやって、こんな感じで皆さんいろいろ CSS 書いていくと思うんですけれども、こうやって SAS ファイルを書いていってですね、 SAS ファイルが100行200行あるいはさっき言ったようにパーシャルを使っていろんなパーシャルに分岐していった時、実際にこの CSS ファイルよ、あれなんかおかしい、ああ文法がおかしいんですね。はい、実際に CSS ファイルはまだこれ短いから読めますし、ブラウザーにこうやって読み込んで使ってもディストですよとかって言って実際に表示しても別にブラウザーのデベロッパーツールで通常通りこうインスペクトツールとかを使ってですね、この自分が定義したクラスがよどういうふうになってるかっていうのはこうやって見ることはできますよね。あれなんか更新されてないな、さっきのが残ってますね。ああ失礼、パスが違うですね。 SAS の中に今あるから、はいよ、赤文字ですね。でこの赤になってるかなっていうのをこうデベロッパーツールで見ると、赤になってるよって書いてあるんですけど、問題はここで
このスタイル直したいなと思った時って、ここ見ると何行目にあるよって書いてるじゃないですか。だけどここ今スクリーン CSS って書いてあって、いや僕書いたの SAS ファイルで CSS ファイルを書いたんじゃないんですけどっていうところがありまして、このスタイルを直したい時に、CSS の1行目を見て、あったねって言っても、これ直したって結局もともとの SAS ファイルを直さないと意味ないわけですね。これが何百行何千行になってくると、今は1行目のディストっていうのは合ってますけど、どんどんずれてくるわけです、行数が。そうした時にどうするかっていうのが、便利なのがソースマップですね。ソースマップっていうのは、SAS ファイルをですねコンパイルする時に、まあコマンドを使ってコンパイルすると思うんですけど、そのコンパイルする時のオプションとして、ソースマップっていうふうに入力するんです。でこのソースマップっていう文字列を入力するだけで、ソースマップファイルっていうのを出力してくれると。ちょっと拡大しましょう。はい、これ今ちょっと ID 上でやってますけど、実際にコンパイルするときは SAS スペースソースマップとかってこうやって、ハイフン2つにソースマップって書いてあげると、ソースマップオプションをつけてコンパイルするので、これで大丈夫です。でこのソースマップっていうオプションをつけてあげるだけでですね、どうなるか、よっ、コンパイルかけますよと。でそうすると、インバイルドオプションなんか違う、あ、綴りが違うのか、失礼しました、よいしょ、ソースマップ、あれ合ってるよね、綴り間違ってます、ソースマップスペース、それで合ってるはず、あれ？なんでインバイルドオプションになってるんだろう。すみません、ちょっと時間がないので、やっぱ僕の PC がね、多分いろいろ設定しいじりすぎておかしいんですけど、まあ、こういうオプションを使うとですね、どういうファイルが出力されるか、これもあるのでお見せしましょう。ちょっと待ってくださいね。こっちか。あれ？あ、こっちか。ソースマップファイルっていうのが一緒に出力されるんですよ。でソースマップファイルっていうのはどういうファイルかっていうと、08よいしょ、単にドットマップっていう拡張子がついたファイルなんです。よいしょ、これですね、まあ、こんな感じで出力されます。3つファイルになりました。これが SAS ファイルで CSS ファイルで、その CSS にさらにドットマップって書いたファイル。でこれがソースマップファイルで、この中身どんな感じっていうと、ちょっと物は違うんですけど、こんなゴニョゴニョゴニョっていろいろ書いてあるわけです。この中身知ることはないです。結局、これは何書いてあるかっていうと、一番下見るといいんですけど、このスクリーン SCSS ファイル、まあ、SAS ファイルの、をソースとして出力されたファイルが CSS ファイルですよと。でついてはそれぞれのファイルの内容はこんな感じで対応しておりますっていうのをコンピューターに分かる言葉で書いてあります。でこのソースマップファイルを使って、実際にブラウザーでデバッグをするとどうなるかっていうのを、今このちゃんとコンパイルできたファイルからやってみましょう。なんだこれ、いろいろ書いてあるんで、メインの H2 とかを定義すればいいですかね。メインの H2、タイトルですよとかって定義して、でブラウザで表示すると。でまた同じようにインスペクトしてみるとですね、あれちゃんと読めてない、 SAS のスクリーン CSS
ソースマップになってるね。メインの H2。なんかちゃんとかけてる気がする。あ、来た来た来た。キャッシュですね。はい。さっきと同様に見てみると、今 H2 っていうところに、スタイルが当たってるんですけど、見えますかね。スクリーン、さっき CSS だったのが SCSS になってます。これどういうことかっていうと、ブラウザーが表示しているのは CSS ファイルなんですけど、デバッグの時だけ SCSS ファイルを見に行ってるんですよね。これはソースマップファイルを使うと SCSS ファイルと CSS ファイルがどういう行数で対応しているかっていうのを、情報を持っているので、それをブラウザが参照してくれて、どの行数にその情報がありますっていうのを出しているわけです。なのでウェブブラウザは SAS ファイルは認識できないんで、ここに表示しているのは当然 CSS ファイルなんですけどね。なんですけど、このソースマップファイルっていうのが用意されていることで、こうやって SCSS ファイルの行数が出ると。でなんなら、例えば Chrome で言うとですね、このところから、クリックしてあげて SAS ファイルを直接開くこともできるんですよ、ブラウザ上で。でここで色が気に入らなかったら直してあげようと思って直して、でこいつを、保存したりとかもできるんで、セーブとかしてやると、セーバーズとかがセーブしてやると、もう直接ブラウザでデバッグして編集してファイル保存してやることができると。あとは、まあ、ID 側でもう一回コンパイルかけてあげれば、更新されますよというようなことがソースマップファイルを使うとできます。で、ただこのデバッグに関しては、ブラウザーによってできるものできないものがあって、 Chrome の場合は今は多分標準でできるようになっております。で、このセッティングスっていうところがあって、ここ開いて、ジェネラルの中にイナブイナえなんだっけこれイネブルイナブルなんて読むんでしたっけ、ド忘れしちゃいましたけど、イネーブル、それだイネーブル CSS ソースマップスっていうのがあるので、これチェック入れるとソースマップ使ってデバッグできるようになるんですね。これ多分デフォルトでチェック入ってたと思うんで、多分何もしなくてもこの機能、あのソースマップファイルさえあれば使えます。非常に便利です。で Firefox とかも多分なんかオプションかなんかをオンにしたりするといいので、ソースマップとかでググってやるといいと思います。でちょっとごめんなさい、時間がオーバーしたんで最後に1個だけ、よく言われるややこしいミックスインと継承と関数 SAS を使う上で、これどう使い分ければいいのっていう話がよくあるんですけど、整理してみると僕こういうことかなと思ってて、まず何か計算したいんですよね、多分ね。計算したいんだけど、それに対して引数を使うかどうか、なんか要は場合によって何かを変えたいっていうことをやりたいかどうかでまず分かれる。そう、引数いらねえやと、常に同じ値が欲しいんだよっていう時は @extend っていうのを使って継承をしてやるといい。まあそのスタイルを継承、そのスタイルをそのまま、とにかくそのまま継承するっていうやり方ですね。で、いや引数使ってちょっと場合分けしたいよ、そういう時に複数の値を計算したいかどうか、例えばマージンの値だけを計算したいのか、それともマージンもパディングもフォントサイズも何か1個の引数に対していろいろ分岐させたいっていうのか、で複数じゃなくて単数ですよっていう場合はファンクション関数を使えば1個の値について計算ができます。でそうじゃなくて複数いろんな値を同時に欲しいよっていう時はミックスインを使うと、まあ、こんな感じで3つ結構使い分けをすると、便利かなと思います。であとはまあ複数人で結構ミックスインとか使う時にたくさんルートに書きまくるとですね、いろんなミックスインがあってわけわかんないっていう状態になるので、それを避けるためにはまあスコープを使うといいかもしれないですね。スコープってネストをすることができると思うんですけど、CSS のルールセットでミックスインとかもネストしておくと、そのネストの中でしか使えないっていうことができるので、まあ、その人が使う、その人しか使わないクラスの中にミックスインを定義するとかをすると、まあ使い分け、その人しか使わないよっていうミックスインが作れるので、まあ、そういうふうに使い分けするのもいいかなと思います。というわけで、すみません、ちょっと最後の方は駆け足で紹介できないこともあるんですけど、この辺はまあ懇親会なりなんなりでちょっと聞いてもらえればと
思います。というわけでちょっと、時間オーバーしてしまいましたが、セッションの内容とさせていただきます。どうもありがとうございました。質疑応答に入る前に、先に杉山さん、行くとこの場所のご紹介をすいません、時間がオーバーして申し訳ないですけど、ちょっと簡単に、この行くとこの、フロアマネージャーを、務めていらっしゃる杉山さんに、この場所がそもそもどういう場所なのかということをご紹介いただいて、質疑応答で本編終了とさせていただきます。杉山さんお願いします。あ、でも初めての方がほとんどです。はい、皆さんこんばんは。中野会にいらっしゃった人いらっしゃいますか。あ、ちょっといらっしゃいますね。中野はですね、実は今日と明日と明後日と桜祭りみたいなやってまして、私はなんで今ここ出たかというとですね、オープントップバスで行く中野通りバスツアーの取材に取りました。中野経済新聞というのの編集者をやっております。この場所のですね、フロアディレクターもやってまして、皆さんのですね、ここの会員様、大木さんも含めてですね、会員様の、何かしたいこととか、何か悩んでることみたいなものをこの場所を使って解決するというのがこの、行くとこという場所の、一番のミッションになります。中野区がですね、提唱している産業振興、ビジョンというのがありまして、キーワードは ICT コンテンツ、それからライフサポート、都市観光、グローバル、企業で、こういうキーワードをですね、この場所で、我々の方で実現しているという、拠点になっています。向こう側にですね、奥さんも借りられている、プラチナ会員のスペースというのがございまして、あちらに関しては一つの机が、一つの住所になってまして、会社を起業されるとか起業したとか、一人だけども頑張ってやっていらっしゃるという方々が、常時ですね、仕事をされていると。それ以外にもこういう今セミナーやってる会場をですね、フリースペースとして、使えるような会員のシステムとか、それから、場所は自分で会社持ってるんだけども、ここの場所のですねサービス等を使いたいという方々の会員種別とか、そういうところをこちらの方でサポートしています。大学等はですね、この場所の向こう側にキリンビールの本社とか、あと、この上は栗田工業さんとか東映アニメーションさんとかいらっしゃいます。それから、明治大学の中野キャンパス、帝京平成大学の中野キャンパスがこの向こう側にできましてですね、この場所全体が、中野式の町というですね、新しいビジネス、それから学校、それからこういう産業振興という、拠点になってますので、皆さんの方でですね、何か中野で一発仕事ビジネス大きくしてみたいなとか思っている方々いらっしゃいましたらですね、あとここの場所に興味のある方々、区内区外全然関係ないですので、この場所から新しいビジネスを生み出していくという、拠点となっておりますので、ぜひですね、ここの町の局も私の方にも、ご連絡いただければ何かしらお手伝いできるかと思っております。ぜひですね、新しい場所、ちょっと入り口は分かりづらいですけども今日も多分迷った方がいらっしゃると思うんですが、結構ですね、人的にも学生とオフィスワーカーと、それから、隣に中野区がありますし、公園があるので小さい子とか、お母様とかいろんな人種が、集まってきます。で、4月から帝京平成大学の右側のところにですね、早稲田大学の中野、国際コミュニティプラザというものができまして、留学生、と日本人の、寮生合わせて900名のですね、外国人寮ができてますので、この土地全体がですね、国際色豊かな場所になるということになってまして、皆様の、お仕事がですね、特にインターネットを使われていらっしゃいますので、世界に発信できるビジネスマン、ビジネススキームとか、ビジネスモデルをですね、この場所から生み出していただけるようなラボ的な拠点になればいいなと思っています。ぜひご活用いただければと思っています。よろしくお願いします。はい、杉山さんありがとうございました。それでは
ちょっとこれでちょうど今時間になっているので、質疑応答はちょっとですね省略させていただいて、もし何かあればこれ終わった後に直接聞いていただければと思います。で懇親会でももちろん聞いていただければと思います。で1個だけ言うと、せっかく付箋で書いていただいてて一番多かったのがエディター何がいいですかっていう話と、ビルドどういうふうにビルドするのがいいのかっていう話があったんで、ビルドの話だけちょっとお答えしておくと、今回はちょっとできなかったんですけど、うまく動かなかったですけど、僕は ID を基本的には使ってビルドしています。で、ただし